忍者 ZXRR。写真は展示用車両であり、実際の参戦車両とは、多少異なる。川崎忍者 ZXRR は、ロードレース世界選手権のモートジッピークラスに2002年後半から2009年に、かけて参戦した川崎重工業のレース、専用モーターサイクルである。1990年代半ば、以降、川崎は、 自社の得意分野とされていた大型スーパー,アース,スポーツバイクの売り上げが低迷していた。いわゆるスーパースポーツに分類されるモーターサイクルの販売成績にはレースの戦績が少なからず影響を与えるが、当時川崎が主に参戦していた市販車、改造車両によって行われるスーパーバイク世界選手権は2気筒エンジン車両優遇のレギュレーションであり、 4気筒エンジン車両で参戦する川崎は苦戦を余儀なくされていた。同じ頃、ロードレース世界選手権の最高峰クラスのレギュレーションが大幅に見直され、これまで主流であった2ストロークエンジンから4ストロークエンジンへの移行を目的に2002年から4ストロークエンジンの排気量を拡大、990cc4 ストロークエンジンでの参戦が認められることになった。 これは、すでに市販車の大半が4ストロークエンジンに移行しており、市販車への技術フィードバックが得られないに、ストロークエンジンでは参戦メーカーの拡大が望めず、参戦メーカーが固定され、マンネリ化傾向にあったため、エンジンの4ストローク化によって、川崎、ドゥカティ、BMW 等4ストロークエンジンを得意とする、メーカーの参戦を促す目的であったが、 スーパーバイク世界選手権において満足のいく成績を上げられずにいた川崎にとってこれは後期でもあった。川崎は企業イメージの向上を図り市販車販売の不振を打破するため2003年からモートジッピークラスにフル参戦することを決定した。当時川崎は鈴木と業務提携をしており相互に車両の OEM 供給を行っていた。 こういった背景もあり、当初、モートジッピーへは、鈴木との共同参戦として計画されていた。しかし、共同参戦とはいえ川崎のスタッフが鈴木へ、出向する形で行われるなど、完全に、鈴木主導で行われるものだったため、社内には、独自参戦を望む声も強く、結果として、共同参戦はせずに、独自参戦をすることとなった。 川崎は1982年を最後に、ロードレース世界選手権から遠ざかっており、ロードレースの純粋な競技専用車両の開発も、実に20年ぶりであった。そのため、GP 参戦車両はすでに実績のあった、スーパーバイク参戦車両をもとに開発することになった。ベース車両である忍者 ZX-7。7 RR のエンジン排気量を拡大、オリジナルのフレームに搭載した車両が製作され、その車両で2002年前半は全日本、ロードレース選手権のプロトタイプクラスに、データ収集を兼ねて参戦、そのデータをもとに、モートジッピー参戦マシンを開発、翌年のフル参戦に備えシーズン後半数戦に参戦、することになった。デビュー目標は、 同年秋にツインリンクモテギで開催されるパシフィック GP に定められ開発ライダーには前年度までスーパーバイク世界選手権で川崎のエースとして活躍した柳川明が起用され GP 参戦チームの運営はスーパーバイク世界選手権から引き続き払るとエックルが行うことになったありがとうございます